足は軽やかに、一回ずつ5番に入れます。ピケは上に跳ねるようにいきます。しっかりと床を吸って、回る前のポジションも気をつけましょう。トンベ大きく、顔を早く回ります。パッセも早く、今のアンシェヌマンではワルツの音から始まっていましたから、ワルツの音をよく聞いて動き出してみましょう。まず4番からアンデダンに入るときに、しっかり4番の形を取って、アラセゴンを取ってからパッセに入ります。その後トンベでは大きく前に進んで広がるようにトンベに行ってください。4番からピルエットに回るときに、しっかりプレーをして必ず